10月4日2019年です。ライトボディアクティベーション、ちょっと遅れましたけど、ライトボディアクティベーションシーズン3の17回目ですということで、ちょっとですね、回線、いつ、ちょっと、可能な限り戻ってくる、努力をしますが、3回目は戻ってきません。2回目までは頑張ります。一応録音してあるので、もし切れたら綺麗に繋がっているものを、上げておきますということで、はい、今日はちょっと、すごい、ものすごい、頭痛で、ちょっとどうなるかなっていう感じですけど、まあ、とりあえず、いつものように、可能な限り、ゆっくりと、長く、深く、深呼吸は続く。ちょっと、頭痛い方は、もし頭がガン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 、頭の上の方がガーッとなってる方は、もう、これは、この場合、多分、ヒーリングやってたら、どん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 、変わっていくと思いますが、ちょっと大変辛いかもしれませんけど、まあ、このまま発動、半合しておいてください。で、はい。頭の痛い方は、頭の中にこう、ちょっと入っていて、そこをキューッとまっすぐに並びます、と。どん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 センタリングされて、縦にきれいに並びます、と。で、そこのぐーっと圧力がかかってるところがどん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 軽くなりの、薄くなりの、で、まあ、ゆっくりゆっくりゆっくりそこにあるものをゆっくり通していってくださいと。で、可能な限り、その、頭のところにぐーっと、痛いところがぐーっと締まっていくので、とにかく、はい、ほどきます、と。はい、開きます、と。柔らかくなります、と。で、その頭の後ろの方ですね、うなじの上の方とか、頭全体を感じてみて、ぐーっと締まってる、もしくはキュッとタイトになってるところを指して、そこを、はい、ほどきなさーい、と。開きなさーい、と。ストレスゼロにどん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 しなさーい、と。で、首の後ろの側面、左側面、あとは首の上の頭蓋との付け根のところとかもいろいろチェックをして、特に首のうなじの上のところも、はい、もうほどきなさーい、と。だから緩みなさーい、と。はい、どん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 開きなさーい、と。で、可能な限り、自分の頭が綺麗にまっすぐ乗っていると思っていても、実は乗ってないのが、ほとんど見る方は多分乗ってないと思うので、とりあえず姿勢をまっすぐして、で、胸もまっすぐして、で、背中、ここで胸が、こう前に開いちゃうと後ろが閉じちゃうので、で、とにかく綺麗にまっすぐ座り、で、顎はぐっと上に上げ向きで、で、顎を上に上げたときに、多分頭の中のぐっと痛いところが変わるはずです。もうちょっと楽になります。で、ちょっとぐっと頭を上に上げて、で、そこでまっすぐにセンタリングで、首のうなじの後ろの上の方でこうビリビリといっちゃったりするかもしれませんが、はい、もうそこもどん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 ほどきなさい。で、頭の中の、このぐーっと圧力が返ってる、なんとなく把握して、その形を把握して、はい、そこどん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 軽くなります、と。薄くなります、と。透明になります、と。これアークツリアンですよ、多分。アルクトゥルス系だったと思います、多分。見慣れてる方なので。はい、そのまま、はい、ゆっくりゆっくり待って、ちょっとずつ頭の上が軽くなる、もしくは気持ちよくなる、こう始まると思いますが、ちょっとゆっくりゆっくり待ちの、はい、どん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 まっすぐになりなさーい、と。特に後頭部のところ、どん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 軽くなりなさーい、と。気持ちいい状態になりなさーい、と。で、首の側面の上の方で、耳の、ちょ、右耳、左耳の後ろのところ。そのくぼみでこうグッと押したら痛いところがあるはずですが、ちょっと押してみて、どれだけ痛いか。どれだけ痛いか。で、それから、くぼみのところを、耳の裏のくぼみのところをピー、
ピーッとちょっと後ろ側にこう押してみて、痛いを確認して、で、痛いところ、はい、ここはこんだけ凝ってますよのところにこう意識を当てて、はい、どん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 そこを開きなさいと。はい、そこをどんどん軽くしなさいと。透明にしなさいと。で、前頭葉の額の上の方で生え際、髪の毛生え際のちょっと下の内側っぽいのでか、なんかぐーっと来てる方は、はい、そこも、はい、どん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 軽くしなさいと。はい、どん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 流れのスルーシーの、でも感情的なのがちょっと出てきてる方、もうこれも徹底スルーしてどんどん離れの、達観シーの、可能ながらどん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 離れて、あんまり胸よりも頭の方が多分、なんて思うので、頭、もう胸はちょっと置いといて、はい、全部姿勢を正したまま、はい、頭の上のところを、はい、どん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 しなさいと。でお尻の尾骨のところ気持ちよくなったりするかもしれませんが、もうここは1と7は双子なんで、はい、そこを1と7、はい、どん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 働きなさいと。で、目の上の方とか圧力出るかもしれません。気にせずに。額の内側とかちょっと気持ちよさがちょっとずつ出てくるかもしれませんが、まあ、とにかく、はい、気持ちいいところに合わせの、はい、どん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 成長しなさいと。で、ぐーっとその、なんていうの、これ、そこの形を通そうとしてるっていうか、エネルギーが通っていて、そこがこう閉じてると、そこで衝突するのね。で、これ、と、ゆっくりゆっくりゆっくり行くんですが、あんまり早くガーって行っちゃうと、衝突が大きくなっちゃうんで。はい、とにかく、はい、ゆっくりゆっくり、じわ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 行きなさい、と。で、スル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 、透明に行きなさい、と。一気にガーって書いてる。で、はい、頭の全部をモニターしの、はい、スキャンしの、なんとなくぐーっと痛いところなり、閉まってるところなり、なんかもう偏頭痛なところがーっとスキャンし、右から左、前から後ろ、斜め、とにかく300度だーっと光の光線がビーっていって形が明らかになります、的に何度もやって。はい、なんとなくここ硬くなってるところ、どん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 柔らかくしてくださいと。で、額の縦中央とかでまた別の感覚が出てくると思います。もう気にせずに。とにかくもうまっすぐにセンタリングを意識し続けの。もうなんとなくもうわかんない方は、わかりません。もうハイヤーな部分に頼んで、もう自分のハイヤーな部分、とにかくまっすぐセンタリングに揃うように自動的にやってくださいと。で多分鏡を見て、で自分で横を見て、前を見ても多分分かりにくいと思うので、だからずっとまっすぐに、どん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 まっすぐに揃うように自動的にやってくださいと。で全部任せますと。お任せしますと。私はもう努力を手放しますと。でどん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 解きますと。顎が下がらない。顎が自動的にガーッと上に上がって、上に上げて、多分、顎を上げたときに、喉が前に出ない的な、喉はまっすぐになったまま、顎を前に出す的な、ちょっと。そうすると、頭の痛みどころがちょっと変わるかもしれません。ちょっとなんか、ちょっとぐっと伸ばしの、顎上げエクササイズを右に上げたり、左に上げたり、まっすぐに上げたり、ちょっといろいろやってみて、楽になるところを探した方がいいです。で、頭の中の、これ、頭の位置を動かして、頭の上の、ぐーっとプレッシャーのところも動いてくるはずなので、はい、とにかく、顎は下げない。で、そのまま深く深呼吸を続けの、あ、じゃあこれもズン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 っていう感じ。とにかく、
はい、もう頭全体に、はい、とにかくどん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 ちょっと緩くしてくださいと。ちょっとボリューム下げるっていうか、多分、どこかでこうぐーっと頭の血圧が高くなってなっちゃう的な。で、はい、ちょっとゆっくり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 ちょっと弱めてください的に。で、ちょっとスローにやってください的に。で、鼻の鼻孔の上の方とかでもなんかこう出てくるかもしれませんが、で鼻のところ、鼻の奥の上はとにかく、はい、そこのゴミっていうか、いらないものを、はい、どん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 流してくださいと。はい、サラサラスルスルにして、頭の中の老廃物をきれいにゆっくりゆっくり下の方に流し続けてくださいと。人によっては耳の中の気圧っていうか感じが変わるかもしれない。これ場合によっては耳抜きした方がいいかもしれないですね。鼻つまんでピーって耳から空気抜いてみるとか。はい、頭全体を感じてみて、はい、そこで、はい、どん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 、はい、軽くしてくださーいと。ああ、でも感情的なものが上がってきてしますね。感情的な、なんとなくが遠いところでガーッと上がっていく感じが、もうこれは、何度も言います。スルーしてください。そこと合体しない。このくらいだったらスルーできるんじゃないですかね。え、はい。ハートのところも閉じないように。はい。ハートのところの、肋骨っていうか、胸骨っていうんですかね。肋骨と肋骨、右と左の間のところもほどきいいの。はい。気管支も緩めてくださいと。神経のところも緩めてくださいと。はい、上半身、胸のところ、はい、どん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 、開きの、柔らかくなりの、手放しの、ほどけの、続けてくださいと。で、首の、やっぱり、首の下の方と上の方を、こう、下を感じてみて、上を感じて、上の方がやっぱりぐーっと、なんていうんだろう。詰まってるっていうか、なんて言うんだろう。そこでなんかこう動きが止まってる感じっていうんですかね。で、だけどはい、そこゆっくり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 やってくださいと。で、そこのほどきの、はい、手放しの、はい、無努力は、まあ、全く努力は手放しますと、どん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 やってくださいと。はい、頭の上の百栄の周辺でこうパラ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 違った感じが出てくると思いますが、で額の内側ですね、額の内側、ちょっと下のところの重たいところ、はい、下垂体のところの周辺、はい、どん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 軽くしてくださいと。はい、どこどん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 気持ちよくなりますと。はい、いらないものがずっと頭の後ろの方から上に上がって前に包んで、鼻のところでぐーっと下に降りてきて、口のところにどん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 動かしなさいと。わかりました。ですね。頭の中に右右脳と砂脳というのがあって、その間に溝があるんですね。その溝は、その後ろの小脳のところも右と左に分かって、そこも溝になってるんですね。要は、右と左の間に溝がバーッと走ってて、そこに、縦紙のような、神経網が通ってるんですね。はい、とにかくこの右と左の間の溝のところが、アイスブルーとかちょっとブルーっぽい光で輝きますと。はい、頭の中の縦紙のところ、
溝の中の縦紙のところを、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり光りますと。ブルー系、アイスブルーなりベイビーブルー、ちょっと冷たい系ブルーって言うんですかね。はい、冷たい系ブルーで、はい、どん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 こう光りなさいと。はい、その、はい、右と左の間をどんどん冷たいアイスブルー系、クリーンな、気持ちいいアイスブルー系で、ゆっくりゆっくりさーっと動いていきますと。で、額の中心のところも、ちょっとアイスブルー系のがゆっくりゆっくり入っていって、どん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 鎮静していきますと。ちょっとこれ難しいですね。どういうふうに説明したい？ですね、頭の中で三角、3つの小さな、ビー玉ぐらいかな、の3つの球体がで頭の中で作りの正三角形的に、上に1個、下に2つ、1個1個で2つで正三角形の形になりますと。この3つのビー玉のところが、アイスブルーで同じようにアイスブルー系の気持ちいい光でダーッと光りますと。で、この3つの、光のビー玉が線でつながれますと。で、この3つの光のビー玉と線の、パイプでつながっているもの、これを額の前、ですね、位置的には眉毛のところに底辺の高さ、底辺の高さ、眉毛的に、で、てっぺんが、というよりは、いや、横の幅は、耳と耳の間ぐらい。頭の幅ですね、基本的に。ちょっと大きいぐらい。で、その正三角形を、ピッと、眉毛のところ、ちょっと、底辺をそこに置いといて、で、上の三角形はステラーにありなさいと。自動的に。もう考えても適当に。はい。頂点のビー玉は、はい、ステラーの方向きなさいと。で、はい、そのまま、そこの三角形の中に、その三角形のウィンドウから額の中にだーっとエネルギーが入ってきます。的な。で、額のその感覚が変わっていくか、その眺めの、ビューシーの、とにかく、はい、揃いなさいと、まっすぐに、はい、まっすぐに揃いながら整理整頓して、ゆっくりゆっくりゆっくりお仕事しなさいと。場合によっては、この三角形がちょっと動いたり、ちょっと半回転したりなんかするかもしれませんが、もう適当に、自分で何もせずに、眺め続けの、動きを眺めの、動かなくてもいい、動かないのだったらそのまま眺めの。で、まあ、少しずつ頭の中の痛さなり、プレッシャーなりが変わっていくと思いますが、で、その三角形の中心っていうんですかね、真ん中っていうんですかね、が、例えば、どっかここがなんとなくまだ痛いですっていうところに、その三角形のど真ん中が、その痛いところに向いてます、的な。で、怖い、ここにどんどんここに入れてください、的な。まあ、だいぶ楽になってきましたね。で、ちょっと頭の中がどん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 落ち着いてきた方は、はい、そのまま、はい、どん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 楽にしてくださいと、エネルギー通してくださいと。
はい、第7チャクラのところはももとどん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 軽くなりのが始まると思いますが、もうそのまま、はい、どん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 整理整頓して、はい、アライメント並べて整列させて、はい、どん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 整列させ続けてくださいと。で、まあ、とにかく、額の前の三角形は、はい、そのままどんどんやってくださいと、そのままどんどんやってくださいと。で、それと同じものを、後ろデコのところにもピッと出して、で、下向き、上向きではなく、下向きに出して、後ろは下向き、前は上向きで、ちょうどそこが平行になる的な、前のとこ、後ろが平行になる的な、で、その後ろのウィンドウ、三角形、下向き三角形ウィンドウから頭の後ろの方の特に、同じの上の、凝りが出る、硬いところですね。なんとなく硬いところと、その奥の頭の中心のところなんですが、この、右脳と左脳の間の溝の、ちょっと上の方に担いたいっていうのがあるんです。で、位置的には、多分、右脳と左脳があって、小脳の右と左があったところ、まあ、クロス十字セクションになると思うんですが、多分その辺、その辺に消化体、消化体っていうのがあります。で、そのど真ん中を、その消化体のところにも自動で合わせなさいと。で、はい、エネルギー、はい、下向き三角形のところから、はい、どん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 後頭部の小脳、右左と、その奥にある下垂体のところにガン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 ゆっくりゆっくり行きなさいと。でその周辺のところですね、奥の、脳幹の上にビーッと、脳幹がありの中脳とか胸脳とか、特に下垂ってなる、視床とか視床角がいろいろあるんですが、この上の方のこのど真ん中のところのストレスを、はい、どん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 ほどきなさいと。で、はい、頭の後ろの下垂消化体の周辺のプレッシャーもどん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 軽くしなさいと。で、開きなさいと。サラサラスルスルにしなさいと。で、ちゃんと後ろの三角形、下向き三角形と額の前、上向き三角形をシンクロさせて、きれいにどんどんやってくださいと。こう、後ろが変わっちゃうと前が変わっちゃって、前が変わっちゃうと後ろが変わっちゃったんで、はい、とにかく、はい、同時に、もう自動で、何もする必要ない、もうただもう長めの、はい、自動で、はい、三角形前、三角形後ろ、下向き、はい、もう自動でガンガン調節して、どん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 、もう、整理整頓、バランスを取り戻しなさいと。バランスをどん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 作りなさいと。戻しなさいって言うんじゃない、作りなさいでしょ。理想的なチョコとにガン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 引っ張り上げなさいと。変えなさいと。だいぶ変わってきましたね。はい、そのままどん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 揃いの。で、首筋で、ね、そのまま自動で続けなさいと。自分の首筋、後ろ側の左の首筋と右の首筋をピッと触ってみて、硬い方、はい、柔らかい方にどん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 合わせなさいと。で、その右の首筋、はい、上の方から下の方までピーッとちょっと触れながら手繰ってみて、で、その形を把握して、はい、右と左をどん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 同じにしなさいと。で、特に上の方、下の方よりも上の方、特に上の方もどん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 同じにして、どんどんどんほどきの、はい、シンクロさせの、平均化っていうのは均衡っていうんですよね。どんどん揃えなさいと。これも首がどこまで、歪んでるかっていうか、例えば事故にあったとか、ムチ打ちとかやっちゃったりすると、多分かなり、その記録が、奥の方まで行ってるはずなんで、これは時間がかかると思いますが、あまり整体とか整骨にガキガキは私は進めません。あれは、外の、
いろんなものがどんどんとほどけていけば、中の方もゆっくりとほどけていくんで、地道に地道にゆっくりとがいいんじゃないですかね。うん、はい、頭の中心のところもちょっとなんかこう、ずれてるときな、ちょっとぐっと、はい、そこもゆっくりゆっくり、はい、ほどきの、はい、ゆっくり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 作り変わりの、地道に奥の奥の方からゆっくりゆっくりゆっくり、こう下からこうエネルギーがだーっと上がって、ゆっくりゆっくり作り変わりの、で、通りの、続けなさいと。とにかく頭の中心、ど真ん中の柱のところを意識を合わせて、はい、どんどん合わせ続けなさいと。こめかみのところでもちょっと反応とか出がってるかもしれませんが、この額の前の上向き三角形と後頭部の下向き三角形に、はい、もう自動でもうちょっとボリューム上げて、はい、ちょっともうガーッと全体的にもっと調節してくださいと。目の奥の上の方の視神経のちょっとなんか奥の方とかでも反応が始まるかもしれませんが、だから反応が起きてるところ、はい、どん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 やってくださいと、はい、そこにいらないものなり、いらないものはどんどん外しの、引っ張り上げの、吸い出しの、で、こうピーッと閉まってるものは、はい、ゆっくりゆっくり入ってほどけの、膨らみの、開きの、続けなさいと。で、エネルギーがこう、あんまりこう入ってなくって、こう、枯れ気味な感じところは、なんとなく、はい、そこにどんどんどんエネルギー与えの、潤しいの、満たされの、プルプルになりの、自動的にやりなさいと。で、単純にも反応を眺め続ける。何もする必要ないです。単純に眺め続けの、認識し続けの、はい、左耳の中の気圧がちょっと変わるかもしれませんが、気にせずに。はい、耳の右と左もどん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 合わせなさいと。これ多分首がずってる関係でしょうね、きっとね。首っていうかその頭が綺麗に寄ってないっていうこと。多分、体を手放したら、頭がなんとなくこう、左向きとか右向きとか傾いている感じになってるかもしれませんが、そこでもうそのままで、待って、はい、ゆっくり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 立ち上げなさいと。エネルギーがゆっくりゆっくり立ち上がっていくんで、そこで、もう任せちゃう。自発動的に、はい、ゆっくり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 立て直しなさいと。なんとなく部分的そこでパカッとちょっと気持ち折れてる的な左側に。はい、とにかく頭の上、首の上のところですね。はい、もうほどきの、ただそこ眺めの、はい、手放しの、脱力しの、で、頭の中心部の上、下ですよね。頭の真ん中の、ボールのところの上の柱と下の柱のところをなんとなく把握し続けの、はい、どこどん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 整理整頓して、はい、まっすぐに揃え続けなさいと。はい、とにかくまっすぐまっすぐまっすぐになり続けなさいと。でもそのまっすぐをイメージし続ける。横から見てもまっすぐ、前から見てもまっすぐと。上から見てもど真ん中に全部揃ってます、的に。で、あとはもう任せの、ほどきの。で、顎は下がらない。顎は上、だから、顎が下がってぐっと上がって、後ろでこが下がる的な、ある意味。ネフェルティティの、横の頭の位置的な、顎がガッと上がって、後ろが、額が、なんて言うんですかね。
額が垂直なので、額が上向きにね、なんか40度ぐらい上向きで、後頭部がちょっと下に下がる的な。はい、そのまま脱力しの任せの。え？で、前の額の前の上向き三角形のウィンドウの中に六芒星が登場しますと、その三角形、上向き三角形の中のウィンドウの中に上向き三角形、下向き三角形合体版の六芒星が登場しますと、というなんとなくイメージして、はい、はい、その六芒星に意識を当てて、その六芒星のフレームが光りますと、やっぱブルーっぽい光っていうの、ちょっとブルー、ちょっとアイスブルーと、その、なんか、外側がちょっとブルーっぽいかって、なんていうんですかね。で、その長めの、作らずに、長めの、はい、その、はい、六芒星のフレームに意識を当て続け、眺め続けの、はい、上向き三角形の中の六芒星、六芒星の、真ん中に、ごめんなさい。真ん中っていうんだ、中心っていうんですかね。にそろいの、その、六芒星の中、ど真ん中の中心が、頭の中心のところにこう焦点を当てて、の、で、その六芒星のなんか形が、位置が変わったり、光のドア、なんかガーッとも近づく感じで、中に入ってくる感じがするかもしれませんが、だから眺めの、でもう見えなくたら、もうそのまま気にせずに、そのまま体幹に合わせて、はい、中にガーッと入ってくる感じですよね。うん、で、とにかくほどきの、見えるも見えない、見える見えないでここしせずに、感覚に合わせて、はい、瞳のところがだーっと気持ちよくなるのが、どん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 内側に入ってくる的な、動いていく的な。はい、で、そのまま、はい、もう自動でガン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 やってくださいと、お任せしますと。で、頭のど真ん中よりちょっと手前のところで、今、ちょっとかなり入ってきてますけど、はい、その、なんとなく、こう、感覚をそこに、繊細なところをだーっと入れて、なんとか把握しんの、はい、もう自動でことをしてくださいと、はい、そこに不必要なものはどんどん外れの、作り直されの、クリーンアップされの、透明になりの、必要なものがインストールされの、整いの、もう自動的にガンガンやってくださいって、これも言葉で説明しても無理。無理無理。こんな誘導瞑想なんて無理、これは。だからもう自動でどんどんやってくださいと。はい、手放しの、で、はい、痛いところ、もしくはプレッシャーのところを認識して、はい、そこで仕事をどんどんやってくださいと、はい、右の耳の中の気圧が変わるかもしれません。もう気にせずに、はい、目の奥、特に右目の奥の上の方とかでまた変化が出るかもしれません。気にせずに、はい、変化が出て、リアクションが起きているところ、はい、どん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 やってくださいと。はい、目の周辺、眉毛の奥っていうんですかね、眉毛っていうか鼻筋の上の眉毛の奥のところで、なんかこう押すとぐーっと痛いところ、はい、そこもどん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 幸せにしなさいと、サラサラスルスルにし続けてくださいと。はい、目の周辺をどんどんモニターし続けながら、はい、スキャンしながら、はい、そこに意識をちょっと置いといて、はい、そこで、その感じる、反応しているところ、微細なところまで、はい、どん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 エネルギー通してくださいと。
いぶ、だいぶ楽になってきましたね。だいぶバンド整ってきましたが、まだやっぱ首の後ろの方とかも残ってるんで、もう全自動で、とにかくもう全自動でゆっくりゆっくりもうやってくださいと、もう私は努力なんかしません。お任せて、自動でガンガンやってくださいと。でもセンタリングと呼吸と姿勢だけをピッて保って、はい、あとはもうピーッと自分の縦軸に入って、はい、もうそこで、もうそのまま待つだけ。そのまま待って、はい、手放しのを、はい、感覚をこう把握しのを、はい、頭の上の方とかでも多分気持ちいいのがちょっと別のところで出てきてますが、で同じ姿勢をしていると肩が凝っちゃって気が続かないうちに固まっちゃったりするんで、時々ちょっと力入れたり、ほぐしたりし、の、ちょっと背中もちょっと回転させてみーので、で、またまっすぐに戻し、はい、もう一遍やってくださいと、もう一遍どん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 揃えてくださいと。はい、4のフィラメント、4の柱と5の柱と6の柱と7の柱と8、9ぐらいまでいっていいか、8.5 ぐらい、特に、はい、はい、ハートから頭の上、ちょっと上ぐらいまでがどん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 まっすぐに揃いますと、はい、整列しなさいと、整いなさいと、全部こうシンクロしてまっすぐまっすぐまっすぐに揃い続けなさいと。顎の下で何とかかすかにまだ何か溜まってる感じがする方は、あ、だからもう微細なところまでスキャンして、はい、なんとなくここまだなんとなく霞のような残ってますなところを発見し、はい、そこをどんどん処理してくださいと。これ、ね、やっぱ首の後ろの上の方と耳の周辺は、これ多分もうちょっとかかりますね、これね。はい、だから、はい、耳の周辺、こう、喉の前の上と、喉の後ろ側と、その、後ろでこうの、周辺はい、それとにかく顎関節の周辺の前と後ろ的な、その一体、はい、どん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 ほどきますと、ほどけますと、はい、通しますと。ハートのところと何かそこがピューッとなんか線が線なんか線でピューッとなんかこう引っ張り上げるなんかなんか線がなんある意味細い紐のようなものがハートの中を通っていてもうちょっと下まで降りててそれが何とかピーッと引き出される感じ的な感じがしてる方はこれは抵抗せずにビュー、とにかく開きの開きの、こう、これが出て、下で出て、下から出ていこうか、上から出ていこうが、まあ、横から出ていこうが、それが出ていくと、こうとするときに、キュッと締めないこと。で、可能な限り、ほどきので、シュル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 と自動的に、こう、あんまりこう、ガーッと上がっていっちゃうと、やっぱり締まっちゃうの、自動的にキュッと引っ張れちゃうの。なので、で、はい、ほどきの、緩めの、でそのこのいらないハートのとこ通っちゃったのいらないコードもゆっくりピュル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 ってゆっくりゆっくり引っ張り出しなさいと。
で、ハートのところが周辺がなんだかガーッとあったかくなってる方は、そのままいらないコードをキューッとゆっくりゆっくりゆっくり引っ張り上げなさいと。背中の方とかでも反応するかもしれませんが、ちょっとそれが気持ち悪いかもしれませんね。でもこのコードが入っている限り、やっぱりハートのところが安定しないので、はい、どんどんピューゆっくり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 引っ張り出してくださいと。で、はい、お腹の方が温かくなり始めている方はもう、はい、そこも多分エネルギーがこうチュッチュされてるってことね。ハートのとこからいろんなところで記憶ピューッとチュ吸い出されてるわけで、そのコードがゆっくりゆっくり出ていく段階で、はい、お腹が温かくなりのハートが温かくなりのし始めている方は、はい、そのままもういらないからピーッと外してくださいと。それもどこにつながってるとかも考えなくていいかも、いや、いませんと。はい、もうこのあのなんていうの、あの水水水水コードをピューっとこうゆっくりゆっくり引き上げの、はい、ゆっくりゆっくり引き上げの、で潰しながら引き上げのを続けなさいと。で、頭のこれで頭の中心のところが何とかキーンと気持ちよく冷たくなり始めた方はもう万歳。これなんかどっかでやっぱりなんか知らないところが入っちゃったんだよね。で、はい、それはい、これ見らないものがーと、はい、ゆっくりゆっくり引き出しの。はい、センタリングし続けの、ほどき続けの、で気持ちがいいところはそのままで、なんだかガーッとあなんか熱くじりじりしたところはもうそこで、はい、もうほどきので、はい、ハートの前の方のなんかみにゃみにゃって絡んでるのもゆっくりゆっくり外してくださいと。はい、センタリングを意識し続けの、まっすぐに、まっすぐをイメージし続けの、いらないものがゆっくりゆっくりつるつるつると、あのところてんが、ところてんの速さではなくて、もうちょっとこうゆっくりゆっくりゆっくり、そういう何かがピューッとスリートなんて上がっていく感じっていうんですかね、胸のところから、後ろの方から。で、とにかくそこ抵抗せずに、あそこは、はい、どんどん開きのっていうか、そこからピューッと引っ張り上げられの、あー、これ目のとこから入ってくるのね、多分目頭のとこだと思います。で、はい、目頭のこう右左、多分人によってさ、また今言ったとこ左のところでかなりやってます。目頭と目頭の上の方と奥の方っていうの、はい、そこのグリグリで、そこになんかぐる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 なんか入っちゃってるものもどん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 きれいにしなさいと。左側と右側もガン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 きれいにしなさいと。あ、ここがぐる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 してると、多分そこを流れる左半分の右のその目のところの経絡のところがいびつになっちゃうので、今どんどんどん今取ってるから。はい、さ、はい、あの目頭の上の方のなんかそこになんか空間のようなものがあり、はい、そこをどん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 クリーンしなさいと。今ガンガンやってる。で、その今左がやってるんで、右側も多分同じように始まると思いますが、はい、そこもどん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 やりますと。で、ハートのところもなんだかモサモサーとなんか出てくるかもしれませんが、もう、はい、とにかく、はい、もういりませんと。はい、いりません。これいりないので、どん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 外してくださいと。はい、もう出ていきなさいと。まあ、単純に。はい、もうそこにこう絡んでいてはいけませんと、私はそれを禁止しますと。これはあのどんどんもう、はい、出ていってください的に。はい、もう出ていきなさいと。出ていくのはそこで焦ってもいい方なので、もう単純に、はい、もうあのアファメーション、はい、出ていきなさいって、ここは、これはあなたの、ここはあなたの過ぎ方じゃありませんと。まあ、親元のところに帰りなさいと。どこでもどんどんどん戻りなさいと。
だいぶ整ってきましたね。やっぱこのタコ足配線的になんかいろんなところに伸びてる的な。はいはい、もうとにかく、はい、宣言して、はい、もう出て行きなさいと。あなたはここに行っちゃダメです的に。はい、このコード、あもう勝手にそんなスイスイしないでくださいって。もうどんどん出て行きなさいと。はい、どん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 引っ張り出しのこのスイスイチューチューあのテンタクル、はい、もうゆっくりくるはピューと、はい、もう出ていけと、はい、スル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 出ていきなさいと、私は許しませんっていうか、これは何ていうの、ここにいてはダメですと、はい、もうここは出ていきなさいと、退去しなさいと。お目目の上の方とか右左右の方とちょっと始まってますが、はい、そこからどん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 出ていきなさいと。はい、どん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 、はい、もう出ていきなさいと、もう、はい、もう出発しなさいと、はい、どん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 離れていきなさいと、はい、もうここにいてはいけませんと、はい、撤去しなさいと。はい、で、そこに眺めの、センタリングを続けの、ほどき続けの、手放し続けの、こう首の頭の形がなんか自動的になんかこう動く感じがする方は万々歳、はい、そこどん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 もうほどきなさいと、コード引っ張り、もう引っ張り出し続けなさいと。なね、エネルギーがちょっとハートのところでダーッと出てきたりとか、お腹があったかく、ゆっくりあったかくなってきた方は、はい、バンバンだ、はい、そのまま、スイスイコード、スイスイされてるコードを、はい、どん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 引っ張り出し、はい、頭の全体も手放しの、ほどきので、なんとなくこう頭のところと、ハートのところと、なんとなく軽くなったら、まあ、まとまったっていうか、いつも通りに戻った感じがする方は、まあ、ちょっとまだ抜いて、まだ取ってますけど、はい、ハートのところもどん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 修復しなさいと。はい、もう綺麗にもうとにかくスイ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 出しちゃいなさいと、いりませんと。もうちょっとですね、まだまだちょっとまだ、うん、出てきてますが、はい、そのまま手羽ほどきのセンタリングし続けの、なんとなく頭の中にこう蜘蛛の巣的になんかこう細いなんかがこう張り巡らされてみたいな、それがこうシュル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 とこうやって抜けていく的な。耳の中、左耳のところも目の、なんていうの、
中から目の方に向けてビューッと引っ張られて出ていく時になってるんですかね。非常に表現難しいですが、あ、耳の中でも反応始まるかもしれません。あとは奥歯とかでも反応始まってますね。でハートのところでも反応出てますが、あのところでこう引っ張り戻さずに、はい、もう出ていけ、でもどん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 もうどんどん抜けていきなさいと、引っ張り上げてくださいと、もういりませんと。もしもなんとなく視覚的にその細いその管のような、あの糸のような、もしくは蜘蛛の糸のような、なんかそういうネットワーク的なところなんとなく把握できる方は、そこがギャーバーっと光って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 ビューッとこうもう細かくなって細かで燃えちゃう的な燃えるっていうか消えていく的なでもいいと思います。とにかく、はい、そこの、はい、もうこの蜘蛛の巣ネットクラワークのようなもこのわけわかんない、わかんない、わかんない、もういりませんと、はい、どん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 、はい、時計のをスルスル引っ張り出されの、粉々になりの、テレポートしのでも何でもいいです、それがいりませんと、はい、もうこれ出ていきなさいと。あ、なんか出てこうとしますね。ハートのところから上がってきて、微妙な上がってきてという感じがしますが、で、なんとかガーッと上がっていく感じ、ゆっくりゆっくりじわじわ何かが上がっていく感じで、ハートのところがなんとなくゆっくりゆっくり楽になる的な、もしくはこう、落ち着く的な、始まってる方は、はい、もうそのままどんどん綺麗に、掃除し続けてください。で目の周辺もなんとなく落ち着き始めている方は、はい、そこどんどんお掃除し続けてくださいと。で、なんと頭の中で額の前のところ、三角形、上向き三角形のところがなんとなく巨大なボールがなんか現れてる的な感じに、ちょっと人によるかもしれない、バラバラかもしれませんが、なんとなく額の前に巨大なボールが来てます的な、あ、で、そこももう気にせずに、見える見えないは気にせずに、はい、それ、はい、必要なものをどんどんどん引っ張り出しの、あ、不必要なものを、はい、どん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 出ていきの、必要なものがどんどん入っていきの、頭の中心に向けて透明なボールのような球体のエネルギーの何かのこう形っていうんですよね、形がこうゆっくりゆっくり頭の中心に向かってゆっくりゆっくり入ってきます的な、もう気にせずに、あ、もう自動でやってくださいと、ことをしてくださいと、もう見えるとか見えないとか、こう、しつせつ、あ、もう自動でやってくださいと、どん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 もう任せしますと。ある意味なんかプラネタリウムの外側みたいな感覚ですね、イメージ的に言ってしまうと、でその頭の中心のところにプラネタリウムのコピットを投影する機械のようなものがありのって感覚的に言ってしまうと、でその外側のところに棒の球体の、その映るなんかボールっていうんですかね、そういうスクリーン、球形のスクリーンみたいなものができるのな、そんな感じです。でもここまで来ればいいんじゃないですかね。ちょっと、頭が痛くなるか、もう、でもここまで行ったらもっとならないかもしれません。かなり今日私もすごく頭痛かったんで。
って、まだ続くようだったらそのまま、はい、どん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 外し続けなさいと。で、切れなかったんで、まあ再生、再方はガン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 再生してくださいということで。はい、それではまた。